だからここはやっぱ神様がもうクスッとしてしまうような思い切った荒療法が必要だ、この方には。もう35歳8ヶ月だし。そうですね、そうですね、そろそろ欲しいですね、荒療法。いや、もう35歳8ヶ月ってもう前もって分かってる、こんな幸せなことないんだよ。あ、本当ですよね。もうカンニングだよこれ。あ、そうですよね、カンニングしちゃってんだからもう。だよ、はい、いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます。だよ、今日も、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、だよ、どうしたんですか。今日も直視できないからさ。はいはいはい、直視できないんでね。何なのか、そのまま行きましょう。すごい隠してるじゃないですか。そのまま行きましょう。一体何があったんですか、だよ、はい、いや、ちょっと全然僕に関しては変なところはないと思ってるんですけども。そうだな、はい、うん、だよ、はい、コメントいただきましたよ。はい、ありがとうございます。最近のコメントです。こんなこと言ってた人生を好転するよっていう動画流させてもらったんですけども、おー、だよ、ジャニーさん、いつも元気と希望ありがとうございます。おー、ありがとうございます。あと数週間で35歳8ヶ月になる田舎に住む女です。嫌なことばかり起こる人生を変えたくて、悪口を言わないようにポジティブな言葉を心がけるようになりました。苦戦しながらも頑張っています。でもやはり悪いことが起こってしまうとすごく落ち込んでしまい、気持ちの切り替えがなかなかうまくいきません。本当はご機嫌でいたいのにな。この文章が大王とジャニーさんに届きますように、いつもありがとうございますと。あー、はい、悩まれてます。35歳と8ヶ月、あと数週間で、はい、いや、もう転換期じゃない。ここをさ、やっぱりね、ワクワクしてほしいよね。ああ、そうですね、本当に転換期だね。はい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 、うん、だからここをワクワクしなきゃいけないけど、まあ頑張ってるわけだね。頑張ってます、頑張ってます。今ちょうどポジティブな言葉を心がけるようにね、頑張ってらっしゃるわけだね、はい、そうです。まあ苦戦しながら頑張ってると。はい、これは本当にもう結構な数の方がお悩みになる内容だろうね。そうですね、8割の方がやっぱりこの悩みますよ ね、 うん、でも本当転換期だからさ、うん、やっぱこれね、マインド次第だと思うんだよね、うん、結局さ、一生懸命ね、ネガティブなことを言わないでポジティブなことを言って、はい、なんとか自分の人生をまあ変えたいと思っていらっしゃるわけだよね、はい、だけどもなかなかうまくいかないわけでしょ。そうですね、だけどやっぱりここで諦めたらね、本当に試合終了だから、うん、辛いことがあった時、うんうん、自分の思い通りにならないようなことがあった時、なんか自分の中で決めとけばいいと思うんだよね。ちょっともうちょっと教えてもらってもいいですか。何を決めたらいいんですか。例えばボディーランゲージとかね。ボディーランゲージ、うん、教えてください。どういうことですか。一生懸命頑張ってるけども、はい、こうやって嫌なことがあるってことは、嫌なこと言われましたとか、うん、結局それはさ、今もう人生の集大成だよ。ここで踏ん張らないと人生は変わらない、うん、なるほど。だから言ってるじゃん、はい、こうやって心の勉強しだした人っていうのは、うん、必ずそうやってテストがあるって。神様のテストって必ずあるからさ。なるほど、今いいところですね。めちゃくちゃいいとこだよね、はい、だからもうこれはさ、はい、何か降りかかってきた時テストなんだから、うん、結局ね、そうやって思い通りにならないことが降りかかってた時に、うん、一体あなたどんな顔をするの、うん、どんな言葉を口から吐くの、はいはいはい、でどんなボディーランゲージをするのって言われてるわけだから、はいはい、だからこれ合格しないと、合格してないんだよ。そうです。でも悪いことが起こってしまうとすごく落ち込んでしまい、気持ちの切り替えがなかなかうまくいきません。このテストでつまずいてるってことですよね。そう、はい、もうそこが不合格なんだよ、はい、なるほど。だからこの時に神様思わずクスッとしてしまうような何か大きな、はい、普通の人だったらしないような、神様を笑わせるようなことをしなきゃダメだよね。あのね、神様って笑わしたもん勝ちだから、はい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 、神様を笑わせると、はい、めっちゃ面白いことあるよ。もう合格って、もうあの鐘を鳴らすのは神だから。そうなんですよ、アッコさん、アッコさん、もうあの鐘は本当神様鳴らしたい、いつも鳴らしたい、いつも鳴らしたい、鳴らしたいで、いつもこの木槌持ってる、木槌持ってる、身構えてるけども、はい、やっぱりブスッとしたりとか、あ、落ち込んだりだとか、ネガティブなこと言ったりするから、はいはいはい、がっかりするんだよね。あ、でも次こそは合格するよねって言って、またそういうことをテストするけど、また合格しないから、はい、がっかりして、あ、そう、多分それを繰り返されてるんだと思う。あ、そうなんですね、うん、だからここはやっぱ神様がもうクスッとしてしまうような思い切った荒療法が必要だ、この方には。もう35歳8ヶ月だし。そうですね、そうですね、そろそろ欲しいですね、荒療法。いや、もう35歳8ヶ月ってもう前もって分かってる、はい、こんな幸せなことないんだよ。あ、本当ですよね。もうカンニングだよこれ。あ、そうですよね、カンニングしちゃってんだから、もう人生のカンニングずるいよ。あ、そうですね。後で計算してみたら、あの時は35歳8ヶ月かみたいな、あ、すごいこと起こってるっていう方が多いですもんね。そう、だからそれをもうあらかじめ教えてもらって、35歳8ヶ月だったら面白いことあるよと教えてもらってるんだから、はい、今やんなこといつやんの。そうですね、そうですね、めっちゃいいですね、うん、それ絶対すぐやってほしいです。そう、だからなんかこうね、思い通りにならないようなことが起きた時には、はい、必ずやってほしいことがあるよ。じゃあ大王、
提案していただけるんですか。提案する。もうこの方に、はい、もう特別、これは高いよ。そうですよね。これはもう僕は、はい、ずっとやり続けてきて、はい、困難を乗り越えてきた。これで大王が今まで乗り越えてきたノウハウを、そうそうなんですね、レクチャーしていただけるんですよ。もう特別に教えるよ。この YouTube の中で話しちゃって大丈夫ですか、うん、その貴重なコンテンツ。いやもう僕の口座番号入れとくから、はいはい、ここに振り込んでくれ。これ融資でね、融資で入れて振り込んでくれ。これはそうですね、そうですね。感謝の思いを、そう、もうそれぐらいな、はい、もう本当強烈なとっておきの、はい、僕が今まで誰にも言ったことない、はい、強烈なやつを、はい、理不尽なことがあった時にぜひやってほしい。ああ、秘技ですね。秘技が、秘技だな、秘技が、秘技、隠された技が今公開されるんですね。あるね。止めたいわけでしょ。まず止めたいんだよ、はい、ストップしなければ自分の人生が変わらないわけだから。はい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 。だから、はい、その時やっぱゆらゆら睡眠、ゆらゆら睡眠、ゆらゆらドリーミング、ドリーミング、愛が揺れる、愛が揺れる、うん、ストップ、ストップ、これが魔法の呪文なんだよ。大王、うん、愛が揺れるとか言わなきゃいけないですか。ゆらゆらスイミング、泳いでるじゃないですか。そう、まず、はい、その理不尽なことがあった時は、はい、必ず言わなきゃいけないのは、はい、ハローウェーブってやんなきゃいけないんだよね。ちょっと待って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 、ええ、ちょっと言葉も分かんなかったですし、その何なの、手何なんですかそれ、これ、え、なんで正面じゃないですか、ちょっとこっち向くんですか。そう、だからなんか嫌味言われた時も必ず、はい、やっぱその嫌味とか思い通りにならないことに対して、はいはいはい、やっぱまず挨拶をしなきゃいけないんだよ。挨拶をしないんだよ、うん、ハロー、ハローウェーブ、ウェーブ、波が来たわけだから、波風、闇、あ、そうか、そうか、闇の悩み、闇波が来たんだ、波が来た、そうですね、まあ、だからハローウェーブってことね。あ、ハローウェーブ、だからこれは言えなかったら、まあ、心の中でもいい。そうなんですよ、ね、だけどボディーランゲージはこれ必要なんだよ。これちょっともう一回お願いしてもいいですか、うん、どういうボディーランゲージ。ジャニーさんちょっと僕に闇言ってみてください。いや、大王って、うん、本当に髪の毛切りすぎですよね。ハローウェイでも、よけてる感じがしますね。今初めて見たんですけど、これをやると、はい、その人の闇はガードから弾いてる感じがします。だからこれをやると、はい、もう完全にその人はもう闇を言わなくなるから。あ、そうなんですね。もうこの人に言っちゃいけないんだなと。あ、そうなんですね。そうそうそう。え、ハローウェーブっていうのなんかリズミカルっていうか、なんかハローウェーブみたいなすごい音で。そうだね、はい、だからこれは本当魔法の呪文なんだよ。あ、そうなんですね。この人に必要なのは何かというと、はい、人生を楽しむことなんだよ、はい、あ、なるほど。結局ね、何か面白いことがあったから楽しむ人生じゃなくて、はいはい、何もないところを楽しんでるから楽しいことがやってくるっていうことを教えたいんだよ、神様は。なるほど、面白いですね。そう、はい、だからそういうことが来た時に、はい、楽しめる自分を演出しなければいけないんだよ。要するにこの人自分で演出しなきゃいけないんだよ。自分の人生は、自分の人生は自分で演出していく。だから嫌味言われた時も、うん、完全にハローウェイすごい、もうこれでもうなんか弾き飛ばす感じがします。だからもうゆらゆら睡眠、ゆらゆらドリーミー、はい、愛が揺れるから、はい、ストップ。あ、ゆらゆらスイミング、うん、ゆらゆらドリーミング、ドリーミング、愛が揺れるから、ね、愛が揺れるから、うん、ストップ。そう、これで止まるんだよ。あ、こう手もストップは、ストップ。あ、これが重要なんですね。なんか言われた時に、うん、ハローウェーブで返す。ハローウェーブだね。あ、そうなんですね。まあ、こんにちは波って言ってもいいよ。こんにちは波でもいいんですか。いい、こんにちは波って言わないといけないですか。そうだね。あ、そうなんですね。だからこれ人生を楽しむことだよ、はい、この人に一番大切なのは、はい、多分この人ね、ものすごい真面目なんだと思う。真面目だと思います。そう、あやさんっていう名前からして、はい、人生楽しまなきゃいけないんだよ。棒にあしかないでしょ。うんうんうん、そうですね。棒にあしかない人っていうのは人生楽しまなきゃいけないんだよ、はい、あ、そうなんですね。棒にあしかない人っていうのは本当に人生を楽しむためにこの世に生まれてきたのにもかかわらず、はいはいはい、棒にあしかない人に人生楽しんでますかって質問した時に、はい、はいって即答できない人っていうのは好きなことできてないんだよね、うん、だから棒にあしかない人って本当好きなことしないと生きていけないから、この人本当好きなことしないと思い悩んでいくよね。いやー、そうで悩んでますもんね、うん、落ち込んで。だからこの人に必要なのは人生を楽しむこと、楽しんで楽しんで楽しみ尽くさないと、はい、この人はダメ。そうなんですね、うん、やっぱりそういうのに必要なのがハローウェーブなんですね。ハローウェーブだね、はい、だから結局、はい、あの寂しい熱帯魚っていうのはそういう意味で作られたんだよ。だから歌詞読んでみたらすごい深いから。寂しい熱帯魚ですか。そう、だからこの人熱帯魚だもん。この方は熱帯魚なんです。熱帯魚だよ。あ、そうなんですね。そう、だからしかも寂しい。そう、だから熱帯魚飼うべきだよ。熱帯魚飼うべき、飼うべき。あ、そうなんですね。そう、田舎でなかなか熱帯魚飼ってる人いないと思うんですけど。いやいや、売ってる売ってる。あ、そうですね、うん、そうですね。熱帯魚さんあるから。熱帯魚屋さんはどっかにあります。近所にあった。近所にあったんですか。あった。あやさん、お知り合いですか。うん、世田谷に住んでる。世田谷に住んでる、うん、田舎じゃないじゃないですか大都会ですよ。すげえいいところじゃないですか。田舎って書いてあるの。田舎、そうそう、24、田舎住む。田舎住まいなんだ。そうです。そうか、
そうですよね、世田谷じゃないな。もうでもあやさんなんか元気になりたかったらぜひ東京に来た時にはですね収録とか遊びに来てほしいですよね。いやというかね、はい、やっぱりもう楽しんでないんだと思うんだよ人生を。真面目なんですね。そもそもがそうですね、うん、だからもっと楽しもうよ、うん、人生は。そうですね、そうだから楽しむってことを先に投げかけるから楽しいことがやってくるんだよ。楽しいことがやってきたから楽しむんだと違うんだよ、順番が逆なんだよ。全部自分が先なんだから、はい、何もないとこから楽しんでいくってことだよ。これポイントなのが自ら今この瞬間から楽しみにかかっていくってことがポイントなんですね、うん、人生楽しもうと思えばいつだってどこだって楽しめるんだよ。楽しめますよね。そうだよ。でもだよあの、うん、自分の楽しみ自分の喜びに対して無頓着な方が多いと思うんですよ。いやだからね不感症の人が多いんだよ。はい不感症、うん、さきちゃんもそうだったけど。ちょっと待って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 、どういう意味どういう意味どういう意味。敏感ですよ。敏感でもないよ。これ何の話じゃないですよ。その話はいいんだよ。はい、そうです。だから本当に不感症なんだよ、はい、だから自分が思い通りにならないってことだけ敏感で、はい、思い通りになってることたくさんあるんだから、その思い通りになってるところにフォーカスしていかないと、はい、言ってるじゃん。もう不幸コレクターでさ熊手でその自分の思い通りにならないことだけを集めてるんだよ、はい、そうですね。だからそれだったら人生変わらないんだって。そうですね、うん、だからもうこの神のこのテストに合格しなければ無理なんだよ。でまた来たよとか、うん、もうだからもうディフォルトとしてもう嫌なことしかないっていう自分の人生でもう決めちゃえばいいんだよ。もうそ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 うですね、うん、悪いことは起こって当たり前。そうその通り。分かる。もうみんな一緒だよ。僕だってそうだよ。そうですよね、うん、ジャニーさんだって嫌なことしかないよそうですか。割と幸せだと思ってるんですけど、はい、いやだからもう人生ってそういうもんだから、はい、そんな中でもう光り輝くいいことがあるわけだよ。そうですね、だからそこに向けてなぜフォーカスしないで思い通りにならないことばっかりフォーカスして暗くなってるのか、うんうん、もったいないじゃない、ね、テストが来てるわけだから、ね、お試し来てるわけだから、うん、やっぱりいかに喜んでいくのかっていうことをさ演出していかないとうまくいかないんじゃないのかな、ね、はい、人生はいかようにも変えていくことができるから、うん、35歳8ヶ月、はい、最高ですね、うん、だから楽しんでいく、はい、自ら積極的に楽しんでるよっていう姿をさ神様に演出していく。だから僕なんか24時間笑えててさ、はい、24時間笑ってたよ。面白い。うん、振り切ってますね。だから振り切らないと変わんないんだよ人生なんて。いやーそうっすね。今まで何十年間ネガティブなことを投げかけ続けてきてさ、はい、もうコスモスローンのその負債が大きすぎるから、うんうん、そうですね、この方も多いんだよ。僕も多かったし、うん、この方も多いんだよきっと。いや35年間貯めてきたんだよ。貯めてきましたね、コスモスローンの借り入れ高を、はい、そうですね、返済するの大変なんだよ。じゃあもう並大抵じゃない返済できないね。そうですね、うん、もうこの瞬間からポジティブに振り切って楽しみにかかってたら。そうそう、本当いいこと来るんで、必ず来るから。そうです、ね、諦めたら終わりだから。なのでぜひ何も考えずに3ヶ月3ヶ月3ヶ月間振り切りましょう。みんなでやっていきたいですね、うん、はい、大王今日もありがとうございます、はい、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価そしてコメントお待ちしております。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたのでよろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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